モレロダネの図花をつけたスミミザクラスミミザクラはヨーロッパや南西アジアに自生するバラカサクラ族サクラア族に属する植物である。スミミザクラは西洋ミザクラに近いと考えられるが、スミミザクラの果実の方が酸味が強く料理に用いられる。スミミザクラの木の高さは4から10メートルと西洋ミザクラより小柄で枝がたくさん生え、実は 黒っぽく、その茎は短い。炭火桜には2種類あり、赤黒い果実を鳴らすレッドモレルネと、明るい赤色の果実を鳴らすアマレル種がある。炭火桜の果実はあまりにも酸っぱいため生食には不向きであるが、スープや豚肉料理などに使われることが多い。また、砂糖と共に調理することで、酸味を抑え香りや風味を引き出すことができる。そのため、 すみみ桜の果実のシロップもしくはすみみ桜の果実、そのものを使ったジュースやリキュール、デザート、保存食もあり、調理用としては、西洋ミザク桜よりも、むしろすみみ桜が好まれる場合もある。イランではすみみ桜を用いて、ポローやホレッシュ等を作る。ウェブスター、S ニューインターナショナルディクショナリーオブザイングリッシュ、ランゲージ、スプリングフィールド、マサチューセッツ、G&C メリアム CO。 1913C アマレルアッ At P67 ありがとうございます。